いぐらい嫌い。まずイメージが良かったのに余計そのギャップが大きいよね。小倉さんも同じこと見たよな。ほんまそうやね。どこ切り取っても好青年って感じがしたからね。そうやらかな、おっさん。そういうわけではないんですけども、なんか確信犯というか、ちょっと女性蔑視はあった。じゃあそんな感じがしました。もう話やんか。そういうのなんか本当奥さん聞きました。